身の丈に合ったよ、うん、行動起こしちゃいいのに、うん、喧嘩売る相手間違ってんだよ。おい、日野に喧嘩売るバカいるか。俺だって絶対売らねえぞ。あいつらもチャラチャラした格好してねえでよ、頭丸めてよ、それぐらいの気持ちで日野にぶつかってこいって、うん、顔じゃねえよ。